Claro. これが何個なんで？これはある。で、してんの？そう、ちょっと。あと、整理するの、私。あの、火事になっちゃうから、お水絶対用意して。ほんで、これなんだけど、はい、これが線香です。それは、この、ひらひらの方は持つ方です。うん、で、この先のところを、綺麗でしょ。綺麗でしょ。可愛い。意外とちょっと綺麗でしょ。綺麗綺麗。でこのふよーっていうのが溜まってくわけ。プル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 。この、ね、最後がね。あ、これポトッと落ちたけどちょっと風が出ない。ポトッと落ちないで、うん、なんていうの、プル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 って溜まる時が、まあ、風がね結構あるから線香花火にはちょっときつい感じかもしれない。高くじゃあんまりやらないで、飛ぶから、風で、ほら、押す。落ちちゃうから、プルプルを溜める。ちょっと風が強いからね、今日ね。こんな感じだ。落ちちゃった。火の近くでやる。火消えたじゃん。火持ってったんじゃん。あと、こっち入れて。風で聞いて。よし。いいか、あ、もういいか。風が吹くんだね。両方にして。炭がついちゃう。下で結構風で飛んじゃう。漫画みたいじゃん。漫画みたいね。消えた。お、結構長いね。粘ったね。
ないか。あ、こんじゃない？面白いな。で、なんかでかい、これはちょっと荒技なんだけど。荒技なんだけど。うん。2本を一緒にやるっていう、うん、こうなんかくっつけてやる。迫力を出したりして、でかいでしょ。うん、ブルブルが。一瞬で吐かない吐かない。臭い。火事だ。まあまあ、これもうちょっとやってみよう。え、これね、うん、もう終わりにする。もうちょっとやる。もう一個だけ。一個だけ、うん、迫力のある方、うん、どっち。迫力ある方でかいね。大吉です。大吉か、ピンクなんか大丈夫しか書いてない。大丈夫。あ、でも光の色分かんなかったね。なんとかは最高。なんだろう。おお。おお。先生、あ、消えちゃった。消えちゃった。もらって。おお。Thank you.